太宰治作「東京発景賢治の取り調べが一段落して死にもせず私は再び東京の街を歩いていた帰るところは H の部屋よりほかにない私は H のところへ急いで行ったわびしい再会である共に卑屈に笑いながら私たちは力弱く握手した 八丁堀を引き上げて芝区白金三光町大きい空き家の離れの一室を借りて住んだ故郷の兄たちは呆れ果てながらもそっとお金を送ってよこすのであるエイチは何事もなかったように元気になっていたけれども私は少しずつどうやらアホーから目覚めていた遺書をつづった 思い出100枚である今ではこの思い出が私の所女作ということになっている自分の幼児からの悪を飾らずに書いておきたいと思ったのである24歳の秋のことである草ぼうぼうの広い肺炎を眺めながら私は離れの一室に座ってめっきり笑いを失っていた 私は再び死ぬつもりでいた。キザといえばキザである。いい気なものであった。私はやはり人生をドラマと見なしていた。いや、ドラマを人生と見なしていた。もう今は誰の役にも立たぬ。唯一の H にも他人の手垢がついていた。生きていく張り合いが全然一つもなかった。 馬鹿な滅亡の民の一人として死んでゆこうと覚悟を決めていた次長が私に振り当てた役割を忠実に演じてやろうと思った必ず人に負けてやるという悲しい卑屈な役割をけれども人生はドラマでなかった二幕目は誰も知らない 滅びの役割を持って登場場ししなながら最後まで退いい男もいる。小さい遺書のつもりでこんな汚い子供もいましたという幼年及び少年時代の私の告白を書き綴ったのであるがその遺書が逆に猛烈に気がかりになって私の虚無にかすかな灯火がともった死にきれなかった。 その思い出一遍だけでは何としても不満になってきたのである。どうせここまで書いたのだ。全部を書いておきたい。今日までの生活の全部をぶちまけてみたい。あれもこれも書いておきたいことがいっぱい出てきた。まず鎌倉の事件を書いて。だめ。どこかに手落ちがある。さらにまた。 一作書いてやはり不満であるため息ついてまた次の一作に取りかかるピリオドを打ち得ず小さいコンマの連続だけである永遠においでおいでのあのデモンに私はそろそろ食われかけていた灯籠の斧である私は二十五歳になっていた昭和八年である 私はこの年の3月に大学を卒業しなければならなかった。けれども私は卒業どころか点で試験にさえ出ていない。故郷の兄たちはそれを知らない。バカなことばかりやらかしたがそのお詫びに学校だけは卒業してみせてくれるだろう。それくらいの誠実は持っているやつだとひそかに期待していた様子であった。 私は見事に裏切った。「卒業する気はないのである。信頼している者を欺くことは狂戦ばかりの地獄である。それからの2年間私はその地獄の中に住んでいた。来年は必ず卒業します。どうかもう一年お許しくださいと長兄に急阻しては裏切る。 その年もそうであった、そのあくる年もそうであった。死ぬるばかりの猛省と自重と恐怖の中で、死にもせず私は身勝手な遺書と称する一連の作品に凝っていた。これができたならば、そいつは所詮青臭い気取った干渉に過ぎなかったのかもしれない。けれども私は、 その干渉に命を懸けていた私は書き上げた作品を大きい紙袋に三つ四つと貯蔵した次第に作品の数も増えてきた私はその紙袋に毛筆で晩年と書いたその一連の遺書の命題のつもりであったもうこれでおしまいだという。 意味なのである「芝の空き家に買い手がついたとやらで私たちはその年の送春にそこを引き上げなければならなかった」「学校を卒業できなかったので故郷からの仕送りも相当減額されていた」「一層倹約をしなければならぬ」「杉並区天沼山丁目」 知人の家の一部屋を借りて住んだその人は新聞社に勤めておられて立派な市民であったそれから2年間共に住み実に心配をおかけした私には学校を卒業する気はさらになかったバカのようにただあの著作集の完成にのみ気を奪われていた 何か言われるのが恐ろしくて私はその知人にもまた栄一にさえ来年は卒業できるという一時逃れの嘘をついていた1週間に一度くらいはちゃんと制服を着て家を出た学校の図書館でいい加減にあれこれ本を借り出して読み散らしやがて居眠りしたりまた作品の下書きを作ったりして 夕方には図書館を出て天沼へ帰った。栄一もまたその知人も私を少しも疑わなかった。表面は全く無事であったが私はひそかに焦っていた。刻一刻気がせえた。故郷からの仕送りが切れないうちに書き終えたかった。けれどもなかなか骨が折れた。 書いては破った。私は無様にもあのデーモンに骨の髄まで食い尽くされていた。1年経った。私は卒業しなかった。兄たちは激怒したが私は例の急訴した。来年は必ず卒業しますとはっきり嘘を言った。それ以外に送金を願う口実はなかった。 実情はとても誰にも言えたものではなかった。私は共犯者を作りたくなかったのである。私一人を完全に野良息子にしておきたかった。すると周囲の人の立場もはっきりしていて、いささかも私に巻き添え食うようなことがないだろうと信じた。衣装を作るためにもう一年などと。 そんなとっぴなことは言い出せぬものでない。私は独りよがりのいわば私的な無双かと思われるのが何より嫌だった。兄たちだって私がそんな非現実的なことを言い出したら送金したくても送金を中止するよりほかはなかったろう。実情を知りながら送金したとなれば兄たちは。 後々世間の人から私の共犯者のように思われるだろう。それは嫌だ。私はあくまで高知ベ弁の弟になって兄たちを欺いていなければならぬと盗賊の三部の理屈に似ていたがそんなふうに大真面目に考えていた。私はやはり一週間に一度は制服を着て登校した。 H もまたその新聞社の知人も来年の卒業を美しく信じていた私は切羽詰まった来る日も来る日も真っ黒だった私は悪人ではない人を欺くことは地獄であるやがて天沼一丁目三丁目は通勤に不便の故をもって知人はその年の春に 一丁目の市場の裏に今日移した荻窪駅の近くである誘われて私たちも一緒について行きその家の2階の部屋を借りた私は毎夜眠られなかった安い酒を飲んだ痰がやたらに出た病気かもしれぬと思うのだが私はそれどころではなかった早く あの紙袋の中の作品集をまとめあげたかった身勝手ないい気な考えであろうが私はそれを皆へのお詫びとして残したかった私にできる精一杯のことであったその年の晩秋に私はどうやら書き上げた二十数編のうち十四編だけを選び出し あとの作品は書き損じの原稿とともに焼き捨てた「氷一杯分は十分にあった」「庭に持ち出してきれいに燃やした」「ねえなぜ焼いたの?」「H はその世ふっと言い出した」「いらなくなったから」「私は微笑して答えた」 なぜ焼いたの同じ言葉を繰り返した。泣いていた。私は身の回りの整理を始めた。人から借りていた書籍はそれぞれ返却し、手紙やノートもくず屋に売った。晩年の袋の中には別に書状を2通こっそり入れておいた。準備ができた様子である。 私は毎夜安い酒を飲みに出かけた。チと顔を合わせているのが恐ろしかったのである。その頃、ある学友から「同人雑誌を出さぬか」という相談を受けた。私は半ばはいい加減であった。「青い花」という名前だったらやってもいいと答えた。冗談から駒が出た。 諸法から同志が名乗って出たのであるその中の二人と私は急激に親しくなった私はいわば青春の最後の情熱をそこで燃やした死ぬる前夜の乱舞である共によって低能の学生たちを殴打した汚れた女たちを肉親のように愛した知のタンスは H の知らぬ間に空っぽになっていた「純文芸冊子青い花」はその年の十二月にできたたった一冊出て仲間は死産した目的のない異様な熱狂に呆きれたのであるあとには私たち三人だけが残った「三馬鹿と言われたけれども この3人は生涯の友人であった私には2人に教えられたものが多くあるあくる年3月そろそろまた卒業の季節である私は某新聞社の入社試験を受けたりしていた同居の知人にもまた H にも 私は近づく卒業にいそいそしているように見せかけたかった新聞記者になって一生平凡に暮らすのだと言って一家を明るく笑わせていたどうせ露見することなのに一日でも一刻でも長く平和を持続させたくて人を驚愕させるのが何としても恐ろしくて。 私は懸命にその場限りの嘘をつくのである私はいつでもそうであったそうして切羽詰まって死ぬことを考える結局は露見して人を幾層倍も強く驚愕させ激怒させるばかりであるのにどうしてもその強,強ざめの現実を言い出しえずもう一刻もう一刻と自ら虚偽の地獄を深めている。 もちろん新聞社などへ入るつもりもなかったしまた試験にパスするはずもなかった完璧の満着の陣地も今は破れかけた死ぬ時が来たと思った私は3月中旬一人で鎌倉へ行った昭和10年である私は鎌倉の山で医師を企てた やはり鎌倉の海に飛び込んで騒ぎを起こしてから5年目のことである。私は泳げるので海で死ぬのは難しかった。私はかねて確実と聞いていた意思を選んだ。けれども私は再び無様な失敗をした。息を吹き返したのである。 私の首は人並み外れて太いのかもしれない首筋が赤くたたれたままの姿で私はぼんやり天沼の家に帰った自分の運命を自分で規定しようとして失敗したふらふら帰宅すると見知らぬ不思議な世界が開かれていた H は玄関で 私の背筋をそっと撫でた。他の人も皆「よかったよかった」と言って私をいたわってくれた人生の優しさに私はあぜんとした長兄も田舎から駆けつけてきていた私は長兄に厳しく罵倒されたけれどもその兄が懐かしくて親わしくてならなかった 私は生まれて初めてと言っていいぐらいの不思議な感情ばかりを味わった思いも設けなかった運命がすぐ続いて展開したそれから数日後私は激烈な腹痛に襲われたのである私は一昼夜眠らずにこらえた湯たんぽで腹部を温めた 気が遠くなりかけて医者を呼んだ私は布団のままで寝台車に乗せられ阿佐ヶ谷の外科病院に運ばれたすぐに手術された盲腸炎である医者に見せるのが遅かった上に湯たんぽで温めたのが悪かった腹膜に膿が流出していて困難な手術になった 手術して二日目に喉から結界がいくらでも出た。前からの胸部の病気が急に表面に現れてきたのであった。私は虫の息になった。医者にさえはっきり見放されたけれども、悪号の深い私は少しずつ回復してきた。 1> 1ヶ月経って腹部の傷口だけは癒着したけれども私は伝染病患者として世田谷区共同の内科病院に移された H は絶えず私のそばについていた「ベーゼしてもならぬとお医者に言われました」と笑って私に教えたその病院の院長は長兄の友人であった 私は特別にに大事にされた。広い病室を2つ借りて家財道具全部を持ち込み病院に移住してしまった5月6月7月そろそろ藪かが出てきて病室に白い蚊帳を釣り始めた頃私は院長の指図で千葉県船橋町に転地した。 海岸である町外れに新築の家を借りて住んだ。天地保養の意味であったのだがここも私のために悪かった。地獄の大動乱が始まった。私は阿佐ヶ谷の外科病院にいた時から忌まわしい悪癖に馴染んでいた。麻痺剤の使用である。初めはめ 医者も私の患部の苦痛を鎮めるために朝夕ガーゼの詰め替えの時にそれを使用したのであったがやがて私はその薬品によらなければ眠れなくなった私は不眠の苦痛には極度にもろかった私は毎夜医者に頼んだここの医者は私の体を見放していた 私の願いをいつでも優しく聞き入れてくれた。内科病院に移ってからも私は院長に必要に頼んだ。院長は三度に一度くらいはしぶしぶ応じた。もはや肉体のためではなくて自分の残機焦燥を消すために医者に求めるようになっていたのである。私にはわびしさをこらえる力がなかった。 船橋に移ってからは町の委員に行き自分の不眠と中毒症状を訴えてその薬品を強要した後にはその気の弱い町医者に無理やり証明書を書かせて町の薬屋から直接に薬品を購入した気がつくと私は陰酸な中毒患者になっていたたちまち金に詰まった 私はその頃毎月90円の生活費を長兄からもらっていたそれ以上の臨時の入費については長兄もさすがに拒否した当然のことであった私は兄の愛情に報いようとする努力を何一つしていない身勝手に命をいじくり回してばかりいるその年の秋以来 時たま東京の街に現れる私の姿はすでに薄汚い反響人であったその時期のさまざまの情けない自分の姿を私はみんな知っている忘れられない私は日本一の老烈な青年になっていた10円20円の金を借りに東京へ出てくるのである 雑誌社の編集員の面前で泣いてしまったこともあるあまりしつこく頼んで編集員に怒鳴られたこともあるその頃は私の原稿も少しは金になる可能性があったのである私が阿佐ヶ谷の病院や共同の病院に寝ている間に友人たちの奔走により私のあの紙袋の中の遺書は 二つ三ついい雑誌に発表せられその反響として起こった罵倒の言葉もまた指示の言葉も共に私には強烈すぎて老媒不安のために逆上して薬品中毒は一層進みあれこれ苦しさのあまりのこのこ雑誌社に出かけては編集員または社長にまで面会を求めて 原稿料の前借りをねだるのである自分の苦悩に狂いすぎて他の人もまた精一杯で生きているのだという当然の事実に気づかなかったあの紙袋の中の作品もいっぺん残さず売り払ってしまったもう何も売るものがないすぐには作品もできなかったすでに材料が枯渇して 何も書けなくなくっていたその頃の分断は私を指して「才あって得なし」と評していたが私自身は得の目あれども才なしであると信じていた私にはいわゆる文才というものはない体ごとぶっつけてゆくより手を知らなかった野暮天である 一宿一般の恩義などという堅苦しい道徳に悪くこだわってやりきれなくなり逆にやけくそにハレンチばかり働く類いである私は厳しい保守的な家に育った釈銭は最悪の罪であった釈銭から逃れようとしてさらに大きい釈銭を作ったあの薬品の中毒をも 借戦の残機を消すためにもっともっとと自ら強くした。薬屋への支払いは増大する一方である。私は白昼の銀座をメソメソ泣きながら歩いたこともある。金が欲しかった。私は二十人近くの人からまるで奪い取るように金を借りてしまった。死ねなかった。 その借船をきれいに返してしまってから死にたく思っていた私は人から相手にされなくなった船橋へ転地して一か年たって昭和11年の秋に私は自動車に乗せられ東京板橋区のある病院に運び込まれた一夜眠って目が覚めてみると 私は農病院の一室にいた一ヶ月そこで暮らして秋晴れの日の午後やっと退院を許された私は迎えに来ていた H と二人で自動車に乗った一ヶ月ぶりであったわけだが二人とも黙っていた自動車が走り出してしばらくしてから H が口を開いた もう薬はやめるんだね怒っている口調であった僕はこれから信じないんだ私は病院で覚えてきた唯一のことを言ったそう現実家の H は私の言葉を何か金銭的な意味に介したらしく深くうなずいて人は当てになりませんよ お前のことも信じないんだよ H は気まずそうな顔をした船橋の家は私の入院中に廃止せられて H は杉並区天沼三丁目のアパートの一室に住んでいた私はそこに落ち着いた二つの雑誌社から原稿の注文が来ていたすぐにその退院の夜から 私は書き始めた。2つの小説を書き上げその原稿料を持って熱海に出かけ1ヶ月間節度もなく酒を飲んだこの後どうしていいかわからなかった長兄からはもう3年間月々の生活費をもらえることになっていたが 入院前の山ほどの負債はそのままに残っていた熱海でいい小説を書きそれでできたお金でもって目前の最も気がかりな負債だけでも返そうという計画も私にはあったのであるが小説を書くどころか私は自分の周囲の考慮に耐えかねてただ酒を飲んでばかりいた。 つくづくづ自分をダメな男だと思った熱海ではかえって私はさらに釈戦を増やしてしまった何をしてもダメである私は完全に破れた様子であった